赤羽駅ご通行中の皆さん、おはようございます。おはようございます。日本維新の会前衆議院議員の安倍司でございます。前というのはですね、先週の水曜日に10月9日皆さんもテレビでご覧になっていたかもしれませんけれども、衆議院が解散をいたしまして、丸3年間お預かりした皆様からお預かりをしてきた議席を返上をする形となりました。この3年間ですね、本当に全力で走ってきました。まず3年間どんなことをやっていたのか少しお話をさせていただきたいと思います。私自身は内閣委員会、総務委員会、予算委員会、災害特別委員会などに所属をさせていただきましてですね、国会の質疑、さまざまな政策提言、50回以上やらせていただきました。この数はですね、50回ってどんなもんなんだろう、50回から60回ぐらいの間だったかと思うんですけれども、党内でもかなり多く質疑をしている回数であります。内閣委員会というのは、国家的なさまざまな課題からですね、経済安全保障ですとか、デジタル政策、さまざま、あとは社会保障の問題も取り扱ったりします。人口減少ですとか、省庁横断で、ある省庁一つでできない、またがって連携をしていかなくちゃいけないような課題がですね、内閣委員会で話し合われて、それで方向性を決めるというような、そういった委員会なんですけども、まさにですね、人口減少ですとか、子ども政策ですとか、デジタル政策、あとは就職氷河期の皆さんをどうやって支援していくか、こうした話から、普段のですね、この赤羽駅でもよく自転車でいらっしゃる方々おられますけれども、この自転車 の道路交通法の改正ですとか、さまざまやってまいりました。総務委員会は地方自治とデジタルの政策、あとは放送ですね、NHK 改革、もっとするべきなんじゃないか、こんな議論もさせていただきました。そして、法案もですね、いくつも提出をさせていただきまして、例えばですね、児童手当の所得制限拡大、所得制限を撤廃、そして、障害児の、いわゆる支援、これも児童手当 この障害児支援の所得制限の撤廃、これに関連する法案を提出をいたしまして、今年度からですね、実現することにもなりました。政府にも取り入れられた。あとは、話題にもなっておりました LGBT 法案の修正協議のメンバーに選ばれて、法案を提出して、委員会でさまざま答弁に立ったり、あとはですね、最近ですと、統一教会の救済者 この被害者の救済者、被害者の救済、こちらの法案のです、ね、財産保全の法案、ありがとうございます、ありがとうございます。こちらもですね、修正協議のメンバーとして、頑張ります、ありがとうございます。大変熱いご声をいただきました。このような法改正にも携わってまいりました。皆さん、この、今度ですね、もう明後日には解散総選挙が行われるわけですけれども、どうご覧になっておられるのかなと。私はですね、この選挙は自民党の裏金問題にけりをつける、そしてもう一度政治への信頼の基盤を再構築する、これがテーマの一つだと思います。そしてもう一つは、この30年間失われた、30年と言われてきましたけれども、この失われた30年、本当に増税で来た、国民の負担がどん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 高まってきた、この増税としがらみの政治から改革と成長への政治に転換する、これが私は2つ目のテーマだと思います。1つ目のテーマについて少しお話をさせていただきたいと思います。皆さん、私ですね、裏金問題の話、街頭演説などで知っておりますとですね、言われるんです、たまに。裏金の話はもういいから、国民生活のためになる話してくれ。もうごもっともなんです。本当にごもっとも。国会でずっと政治と金の話だけしててもしょうがないと思うんです。
でもそこにけりをつけないと始まらないんです。信なくば立たずと昔ある中国の思想家が言いましたけれども、これは政治には国民の信頼が不可欠であるということです。街頭である人に言われたんです。まさにですね、この前赤羽駅の西口で始発から終電まで立ってですね、皆さんと意見交換させていただいておったんですけれども、安倍さんねと、この自民党の裏金問題、政治と金の問題は中途半端に終わらせちゃいけない。なぜか、議員が政治家が、平気で脱税行為を行っている、そしてそれがなーなーにされてしまったら、じゃああいつらやってんだったら俺たちだって裏金作ったっていいだろう、脱法行為したっていいだろう、社会のモラルがどん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 失われていってしまう。徹底的に襟を正さなくちゃダメなんだ、徹底的に透明化しなくちゃいけないんだ、こうしたことを言われたんです。まさに日本はさまざまな危機に直面しています。人口減少もそうです。そして、海外に目を向ければロシア、中国、北朝鮮、こうした権威主義の国々に囲まれている。これからですね、いろんな課題を乗り越えていかなくちゃいけない中で、政治的にもですね、さまざまな改革を進めていかなくちゃいけないシーンが出てくると思います。今も直面していると思いますけれども、そうしたときに政治に信頼がないと改革を進めることができない、実行することができない。そのためにですね、私は政治のこの信頼の基盤再構築しなくちゃいけないと思いますし、徹底的にこの政治資金の透明化、そして自民党の金権政治の温床になってきた企業団体献金、こちらの禁止、前に進めていきたいと思っております。その上で私は思っているのが、改革と成長、国民の負担減、しっかりとこれを目指した政治を行っていかなければならないと思っております。ありがとうございます。日本維新の会前衆議院議員の安倍司です。今現役世代の皆さんの負担が大変重くなっている。医療費、そして年金、これはですね、どう考えてもこのままいくと維持していくことができないと思います。私は国の若者がですね、明日も良くなるこう思えない国にどうしてもですね、先があると思えないんです。ありがとうございます。若い人たちがしっかり夢を見られる社会を作っていきたい。どうにかこの日本の閉塞感を打ち破っていきたい、そう思っておりますが、皆さん、この社会保険料を下げるためにはですね、改革をしていかなければなりません。医療費は年間43兆円かかっている。この医療費を抑制していく、そのための努力、改革、そして社会的な合意形成が必要です。年金もそうです。年金も今お金のない若い人たちが、資産もある高齢者の方々にも仕送りをするような設計になっている。これもですね、人口が増えていった時代に作られた制度なので、そろそろ直していかなくちゃいけない、新しいものに作り変えていかなくちゃいけないと思うんです。で、若い人たちの話、現役世代の話をしているとですね、お年寄りの皆さんからは、若い人たちの話ばっかり、子どもたちの話ばっかりしないで私たちの方も向いてほしい、こうやって言われるんです。私もですね、この前この若葉駅西口でたくさんのご高齢の方々に応援を受けました。あるおばあちゃんには安倍さんのこの名刺たくさんもらって、もう10万以上もらってアルバムにしてるのよって見せてくれたりですね、そういう応援をしてくださっている方々がいて、私はご高齢の皆さん、本当に一生懸命働いてきて、こんなに豊かな国を作ってきてくれて、
ご高齢の皆さんにも本当に幸せに安心に生きてほしいと思っているし、役に立ちたいと思っています。しかしですね、あえて言わせていただきたいのが、私はですね、今のまさに働く現役世代の皆さんの手取りの所得が増えて元気になっていくことこそが日本全体を救うことにもなる、ご高齢の皆さんも救うことになっていく、助けることになっていくと、そう強くお訴えしたいんです。だから若者を、現役世代をぜひとも助けてほしいんです。若い人たちが元気になっていけば経済が活性化する、消費が増える、そうすると税収も増えていく、そのお金でご高齢の方々も支える、そして将来世代にも徹底的に投資をしていくことができる、この好循環を作っていくことが、私はこの国にとって、みんなにとって重要だと思うんです。皆さんにもぜひともお力をお貸しいただきたい。そしてこの失われた30年、なぜ日本の成長が止まってきたのか、阻まれてきたのか、これは冒頭にお話をした政治の問題、ここに行き着くと思います。だから政治改革が必要なんです。これは根底では私たちの生活ともつながっている。やはりこの企業団体献金、これをですね、政治家がもらうとしがらみが生まれます。よく政官財のトライアングルなんていうふうにも言いますけれども、ある領域、ある業界でやはり業界優先の政治が生まれてしまう。利益を守ろうとする、これは何も悪いことをしようとしてやってきたわけじゃないと思うんです。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。それぞれの領域でしっかり自分たちの事業を守っていこう、ビジネスを守っていこう、しっかり社会貢献を維持継続していこう、こうした個別最適の政治動きが日本全体にとって改革が必要でも、結局それを業界の利益を優先するために、後回しにされてきた。全体最適よりも個別最適が優先されてきた結果がこの30年間の停滞であったと思うんです。だからこそこの政治改革を徹底的にして、しがらみをなくす政治をやって、企業団体献金を禁止して、日本の成長をどんどん進めていく規制改革、どんどん取り組んでいく必要があると思っています。働き方だってそうです。労働市場の改革、私はやっていくべきだと思います。今は年功序列、終身雇用、そういう会社があっても私は素晴らしいと思います、いいと思いますけれども、どんどん転職していって、新しい業界に人が入っていって給料が上がっていく、こういう好循環を作るためのさまざまな改革を進めていく必要もあると思っております。皆さんぜひともこの日本の閉塞感を打ち破るために、現役世代を元気にして、日本全体を元気にしていきたい、この明日から始まる、明後日から選挙もスタートしますけれども、皆さんぜひともお力をお貸しいただけますようお願い申し上げまして、私前衆議院安倍塚からのお訴えとさせていただきたいと思います。それでは吉村